本坊さん、安武さん、土橋君、中野君、行きますか。今日やりましょうよ。4人の皆さん、4人の皆さん撮ってくれてるでしょ、今撮ってくれてるでしょ。はい、どうも、ともです。ですね、今、生配信を、見てるところでございます。テレビで今生配信を見ながらですね、今、嫁サックがですね、退出されて、ここから大喜利タイムということなんですけれども、もう緊張してます。今からはさて、さてじゃないよ。土橋君、中野君、行きますか。行かない。やりましょうよ、4人。やりたくない。4人の皆さん撮ってくれてるでしょ、今撮ってます。撮ってくれてるでしょ。撮ってます。はい、やりたくない。というわけで、ちょっと久しぶり。トンボさん、安武さん、土橋君、中野君、来た。今日やりましょうよ、大喜利。来た。4人の皆さんで、トンボさん、安武さん、土橋君、中野君、行きますか。今日やりましょうよ、4人の皆さん、大喜利行きましょう。久しぶり。皆様、では今から大喜利のお題を決めたいと思いますので、もしよかったらお題いただいていいですか。そこから僕が今から2つ選ばせていただきます。これでもね、今日はさすがにね、当たらないと思うんです。僕もう3回ぐらい当たってるんですよ。だからもうサイコロがぶっ壊れてるんじゃねえかっつって言ってるんですけれども、今日はなので確率的にはね、もう絶対当たらないと思うんで、ちょっとどうなるかっていうところですけれども、もうこの時間が一番嫌だよ。もうこんな番組は嫌だ。今までは3つやってたんですけど、2つにしてほしいって言って、そっちの方が優しいと言われたので、2つはもうパニックっちゃいますから、頭が。いただきます。というか、お題がすごい重要。あ、今 YouTube で、今一瞬見えた、今 YouTube でバズっている動画があります。そのタイトルは、 YouTube でバズってる動画のタイトルね。ちょっと難しいよ。YouTube で今バズっている動画ないよ。 YouTube で今バズっている動画があります。そのタイトルは、なんて、これ1個目いきましょうか。なんでした。 YouTube で今バズっている動画、いいですね。バズっている動画のタイトル、いいですね。ありがとうございます。もう1個、これちょっと身内ネタでいいかも。中野さんがついた嘘で一番ひどい嘘はとかもありましたね。何それ。やば、全然わかんない。 YouTube でバズってるのが全然出てこないな。あ、せんちゃんとこじが喧嘩。中野さんがついた嘘で一番ひどい嘘はとかもありましたね。面白いですね。中野さんがついた嘘で一番ひどい嘘は、違うみたいです。嘘ついてないんだな。あ、これいいかも。見つけた。ベリアルの倒し方、これどうですか。むずいて。ベリアルの倒し方どうでしたっけ。何ベリアルの倒し方。ベリアルがまずわかんないんですか。ベリアルの倒し方どうでしたっけみたいな倒し方ことですよね。ああ、これちょっと考えやすいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。今からですね、皆様にこの2つを、どちらがいいかを、選んでいただきたいと思います。待って、どうしよう。はてなんで思いつかない。当たらないで。どちらがいいかを選んでいただきたいと思います。僕が今から読み上げるので、どちらがいいかをコメント欄。これもうね、絞った方がいいんですよ、もう。対応させていただきます。まず一つ目、YouTube で、YouTube で今バズっている動画、そのタイトルは。これにしよう。こっちで絞ろう。YouTube でバズってる動画のタイトルで絞ります。二つ目、これはベリアルって言ってください。ベリアルって何？どちらがいい？マジで YouTube かベリアルか。今みんな震えてるやろな。 YouTube めちゃくちゃ震えてるよ。 YouTube がベリアル。あ、2つ目、ベリアルの倒し方。あ、これがいい。
ベリアルの倒し方のが、はい、お願いします。これはベリアルですね、僕の中では。どちらそのタイトルは、これだから YouTube って言ってください。こっちがいいって言うと YouTube って方から、うわー YouTube 多いかな。2つ目、ベリアルの倒し方。ベリアル YouTube が多いか、あ、YouTube が多いかな。あ、YouTube が多い。そうでしょ。あ、YouTube が多い。あ、ベリアルもある。でも YouTube。嘘でしょ。あの YouTube か。YouTube にして。あ、でも YouTube が多そうかな。いい勝負やけど、うん、誰や間にトンボって打ってきてると YouTube が多いね。トンボさんに行けってことでしょ。ベリアルも非常に多いんですけども、マジでかかってくんな。どうやら YouTube が多い。あ、 YouTube が多いかな。ベリアルにしてちょっと考えばい考えておかないと、集中しないと。 YouTube、 あ、ベリアルもある。ベリアル、ベリアル、あ、ベリアルが追っかけてきた。ベリアルが追っかけてきた。すいません、ちょっと黙っちゃうかもしれないです。ごめんなさい。あの YouTube か、考えます。ベリアルYouTube か、 YouTube か、やばい。あ、ベリアルもある。でも YouTube、 ベリアルが追っかけてきた。ベリアルが追っかけてきた。あ、本当だ。どっちもやばいな。 YouTube か、ありがとうございました。皆様決まりました。多かったのは YouTube で今バズっている動画、そのタイトルはこのお題に決定いたしました。 YouTube で今バズっている動画、そのタイトルは、はい、このお題に決定いたしました。 YouTube、 はい、こっからなんですよ。頼む、当たらないで。今皆さんはおそらく今収録していると。当たらないで。ちなみに僕、あ、ベリアルも追っかけてくるな。待ち受けが信玄なんですけどもカジサックがかけてきて、この信玄のままでいれば俺じゃないってことですからね。皆さんどうでしょう、これ YouTube っぽいですね。頼むよ。若干 YouTube の方が多いっすよね。決まりました。ならないでくれ。お題の方は僅差だと思いますけども、僕が見てる限り多かったのは YouTube でしたので、何にも思いついてないよまだ。コメント欄ありがとうございます。 YouTube で今バズっている動画、そのタイトルは YouTube、 お題に決定いたしました。やばいやばい。はい、というわけで、さて、意味わかんないの思いついてる。大丈夫かな。おそらく4人は収録していると思うんですけども、意味わかんないの思い収録してますよ。こう収録しながら考えるっていうのかね。また小部屋の方で上げるんでお楽しみにということなんですけども、ちょっと難しいんですよ。じゃあ YouTube です。これは YouTube で、ありがとうございました。皆さん決まりました。どうしよう。お題の方は僅差だと思うんですけど、僕が見てる限り多かったのは YouTube でしたので、お題を発表いたします。コメントの、じゃあ行っちゃいますか。これサイコロ、トンボさんがどえらい確率で今のところ引いてます。そうなのよ。当てない、お願い。それでは私が作サイコロ振りたいと思います。誰が出る、レッツゴー。出ました、ガチです。お願い、お願い、だだだでもいいのよ。うぅうぅ、出ました。出た。今日はサクシからコメントなさそうなので、トンボ、はい、頼むトンボ、カジサックと星が出たらトンボさん、そして初めての方のためだけに言うと、トンボに当たる。トンボさんがどえらい確率で今のところ引いてます。引いてるというか出てます。さあ果たして今日はどうなるのか。頼むトンボ。いきますよ。トンボチャンス。楽しみですね。お願いトンボチャンス。ね、ガチンコでいきますから。今日はどうなるのか。いや今日待たないでくれ。いきますよ。ね、まだ当たってないんですよ、僕、ね、サイコロで。ガチンコでいきますから。やばいやばいやばい。やばいやばい。誰が出る、レッツゴー。ね、サイコロ振りたいと思います。頼む。誰が出る、レッツゴー。今落ちました。見ます。怖っ。頼む。出ました。ガチです。果たして、誰が出たの、緊張の瞬間でございます。来ます。誰来ないね。
怖い怖い怖い。嘘でしょ、かかってないんだろ。嘘でしょ、かかってきてる。嘘でしょ、僕じゃない。嘘でしょ。嘘でしょ。本当。やった。やば。あのね、俺怖い。嘘でしょ。本当。カジサック。本当あれ。俺怖い。あ、痛え。カジサック。本当？もうね、俺怖い。怖い。ちょっと。もうね、これもう本当にね、トンボさん、これ怖いわ。怖いよ。本当にもう一回聞きますけど、うん、ガチ？ガチなの？ガチなの？出たのよ、本当に。すごい。どうしました？ところで。あ、ちょっとごめん。急に電話してごめんねんけど。はい。はい。もうこれ俺、YouTuber として俺失格やと思ってんねんけど。はいはい。まあ言うてさ、トンボとはもう長くてさ、トンボも一緒に YouTube 開作チャンネルやってるやん。そうですね、はい。そんなトンボにしかこんなこと聞かれんか思ってて、ちょっと恥ずかしいねんけどさ。どうしたんすか、はい。今さ、正直や、YouTube でさ、はい。もう何やろ。もう、1ヶ月ぐらいずっと、急上昇1位のあのむちゃくちゃバズってる動画あるやん。あれバズってますよね。もうずっとやん。もうずっと、もう本当に YouTube あって初めてじゃん、あんな1ヶ月の急上昇1位なんて。まだ1位におるかっつって振ってますもんね。な、言ってた。はい。知らんのにさ、はい、タイトル忘れちゃって。何してんすか、カジサック。シンプルな動画じゃないですか。え、シンプルだったっけ。そうですよ。え、トンボ覚えてる？覚えてますよ、もちろん。だって1ヶ月出てるんだから。あ、よかった。はい。どうしてもらっていいかな。1ヶ月ずっと1位の動画のタイトルですよね。そうそうそう、うん、そのタイトルは北島サブちゃん紅白当日のモーニングルーティーン。カジサック。カジサック。俺に当てるな。俺に大喜利をもう振らないでくれ。ではまた、はい、はい、引き続きよろしくお願いします。解釈頑張ってください。ありがとうございます。というわけで僕が、当たりましたけれども、北島三郎さん本当に申し訳ございませんでした。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。